はい、今回ご紹介させていただくのは弊社オリジナル国産フェイマスよりマホガニー材のソプラノボディのコンサートのネックがついたいわゆるソプラノロングネックサイズのウクレレですね。 FLS60をご紹介させていただきます。まあフェイマスあらゆるモデルがいろいろありますけれども、ソプラノサイズが結構たくさん占めていて、現行だとコンサートサイズ5種類あるんですけれども、ソプラノロングネックがですね、こちらの FLS60 とこちらの FLS2G っていうモデルがあるんですけれども、今回はこちらのですね、マホガニーモデルの FLS60 の方をご紹介いたしますね。まあ、圧倒的に人気なソプラノのモデルの FS1G のですね、ソプラノロングネックバージョンといったところですね。こちらもマホガニー材なので、こういう茶色っぽい感じの、木目が特徴的ですね。表面はですね、ツヤを抑えたサラッとした仕上げのですね、サテンフィニッシュになっておりますね。まあ、使っている材質の大体の仕様はですね、FS1G とほぼ同じになるんですけれども、ギアペグを採用して、まあ、マホガニーネック、シバンブリッジボールナットといったところですね。 FS1G との明らかな違いはですね、ネックがですね、コンサートのネックがついているんですね。まあ、このいわゆるこう幻聴、まあ、スケールって言いますけど、スケールがソプラノのスケールではなく、コンサートの幻聴があるんですね。このフレットの感覚とかはですね、コンサートサイズと同じ感覚になるんですね。まあ、なので人によってはですね、こっちの方が感覚が広くて抑えやすいよっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、正直初心者の方ってこの辺しかあんま触んないとは思うので、そこまで広さはあんま感じないかなとは思いますけど、まあ、いろんな曲を覚えていろんなコードを覚えていくようになってくると、こっちの方を使うようになってくるんですね。でこっちの方を使うようになってくると、まあ、ソプラノサイズだと、まあ、皆さんやっぱちょっと狭く感じる部分ではあるんですよね。まあ、ソプラノサイズだと物理的にハイポジションの方、まあ、狭いっていうのもありますし、まあ、音もちょっと詰まり気味になっちゃいますけど、まあ、そこでこういうソプラノロングネックサイズだとですね、こっちの方を抑えやすくて音も伸びやすくなるんですね。 FS1G と FLS60 ですけども、お伝えしたように幻聴ですね、スケールが違うっていうので、フレットの間隔も FLS60 の方が広いっていうのと、フレット数がロングネックの方が多いっていうのもありますし、あとはこのフレットのジョイント数も違うんですね。 FS1G、まあ、ソプラノのモデルの方はですね、12フレットジョイントに対して、ソプラノロングのモデルはですね、14フレット目にジョイントされているんですね。なので先ほどお伝えしたハイポジションの方を弾く上での演奏性っていうのは、こう14フレットジョイントであり、なおかつこうスケールが長いので、やっぱロングネックモデルの方が圧倒的にいろんな曲を弾きやすいんですよね。まあ、それでいて、まあやっぱこのソプラノボディっていうところで、まあウクレレらしいポコポコした可愛らしいニュアンスも出してくれるっていうところで、結構こう最近は、ソプラノロングネックのモデル結構人気なので、まあフェイマスでは現行ではこの、マホガニーモデルか、先ほどのハワイアンコアモデルだけのラインナップになってますけど、まあ、ソプラノとコンサートの中間サイズっていう立ち位置で、まあ、サウンドといいですね、演奏性といい、結構おすすめなモデルですね。はい、まあ、サウンド的には、結構前から動画で説明してますけど、ソプラノロングだと張りのあるニュアンスがやっぱ出るんですね。はい、普通のソプラノサイズよりも弦調がやっぱ長い分、ちょっとパキンとした感じのニュアンスが結構出るんですね。ちょっと 1G とも比較してみますね。やっぱ FS1G だと、まあ、一般的なこうソプラノスケールなので、ボディの中のこう響き方が結構こもった感じになっていますね。わずかな違いではあるんですけど、結構パキッとした感じのニュアンスが出ているのが分かりますね。はい、まあ、同じ材質でもこうスケールの違いで音のニュアンスが変わるので、うん、ここもまた面白い部分の一つかなとは思いますけど、こちらはハワイアンコアの FLS2G ですね。まあ、こちらのモデルはやっぱハワイアンコアだけあって、まあ、コンサートのこう幻聴でもしっかりこう音を受け止めて響かせてくれてる感じですね。明るいニュアンスもあって、 FS5G のソプラノロングネックバージョンなので、やっぱなかなかこちらもおすすめですね。まあ、こっちが FLS2G、 こっちが FLS60 ですけど、まあ、FLS2G はですね、見た目もツヤツヤの仕上げにしてますので、結構高級感がありますし、サウンドホール周りのロゼッタがついてたりとか、あとはフレット数も FLS2G の方が多
多いですね。でこうポジションマークの違いだったりとか指板の材とかも、こっちはローズウッド、こっちはウォルナットなので、まあ、FLS20 の方がちょっと値段は高くなりますけれども、まあ、ここもまた微妙な音のニュアンスの違い、外観の違いはあるので、ちょっとここは、お選びいただければなとは思いますね、はい、結構 FLS60 は、まあ、ソプラノロングネックで結構落ち着いたニュアンスというか、うん、やっぱマホガニーの良さというか、マホガニーの柔らかいニュアンスというか優しいニュアンスが結構しっかり出てくれていて、まあ、飾らないこうシンプルな感じの外観っていうのもなかなか魅力的なモデルですし、まあ、結構個人的にはおすすめなモデルですね、はい、でこちらがですね、以前ご紹介した、コンサートモデルですね FC1G になるんですけれども、こちらも完全に胴体の大きさは、コンサートサイズになります。この現状は、FLS60 と同じです、まあ、胴体の大きさだけが違うっていうところですね。やっぱコンサートボディだと結構パワフル気味になって音量感も増して、こうマホガニーの優しいニュアンスながらも結構低音域もしっかりと響いていて、非常に扱いやすいモデルかなとは思いますね。まあマホガニー材を用いたこのソプラノロングネックの魅力はですね、まあ圧倒的に最初はまあソプラノサイズで始める方が多いかなと思いますけど、まああらかじめなんかいつかはソロ弾き弾きたいなとか、ちょっとコンサートサイズだとちょっと大きすぎるなって思う方にはこのモデルは結構お買い求めやすい、ソプラノロングのモデルかなとは思いますし、まあ、フェイマスの、国産の作りですので、まあ、圧倒的に壊れにくくて長くお使いいただけるっていう部分でも、まあ、非常におすすめなモデルとなっておりますので、まあ、ソプラノからのこうステップアップでこういうソプラノロングのモデルが欲しいなって思う方とか、こう優しい音色で、しっとりソロ弾きとかしたいなとか思っている方にはですね、こちらの FLS60 非常におすすめでありますので、こちらもですね、ぜひぜひチェックしてみてください。